こんにちは、じゅんです。今日は元プロ野球選手の広瀬哲郎さんのチャリティーコンペに参加させていただけることになりました。場所はですね、南総カントリークラブです。元プロ野球選手とラウンドする機会はなかなかないので、そのあたりも聞きながら楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そしたらお顔見せていただいてシャッターを押していきますね。何枚かお取りしていきます。ブンブン。はい、今日一緒にラウンドさせていただく広瀬さんと田中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、千春さんじゃないからね。松山千春さんじゃないからね私元日本ハムファイターズの広瀬 で、はい、そして、はい、私も同じくファイターズ出身です。名広瀬さんと同期です。同じ年に入会しました。まあまあこの後お楽しみね。この後もね、いろいろたくさんお話ししていただくことがあるので、ラウンドしながら、はい、楽しくラウンドできたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。焼き当たるかな。ナイス。いや、ピンに当たっちゃった。当たりました。ピンチです。感じ。落ちない。落ちない。やっぱこっちだったよ。最後がね。ね。ええ、トゥーバーディー。全部バーディーなんじゃないの？大丈夫よね。あ、切れない。オッケー。そうだね。あ、いいだね。ここは。ほら、もう行ってこーい。ナイスです。
ナイス。おーナイス。ナイス。いけ。いけ。ナイス。あー。セルさんの、はいはい、ハートリボン運動について、はい、まあ、どういう活動をされているか伺いたいんですけど。そうですね。僕も、うん、あのちょっとこの、コンペ、はい、をこの初めて、まあね、やるということで、うん、あの本当につい最近、はい、あの声をかけていただいて、その大使という、はい、任命されたということで、はい、あの今回あの話を聞くと、うん、なんかいじめのこの子供さんたちへの、はい、まあ、心のケアというか、そういうのをちょっと聞いて、うんうんうん、あの何かできればなっていうことで、何かそういうことでね、うん、我々僕の場合は野球、はい、やってた中でね、何、うん、かそういうのをこうスポーツを通じてね、何かこう発信できればなっていうことで、あの今回このような、はいはい、企画を、あの少しでもそういう子どもさんたちにね、何か役に立てばということで、まあ、ほんのね、まず、うん、あの気持ちなんですけども、これ第1回ですから、はい、これからどん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 ね、はい、あの続けていきたいなっていう思いです、うんうんうん、はい、はい、ありがとうございます、はい、ゴー、いいね、いいよ、惜しい、手もあれか、弱い、あ、左だ、よろしくお願いします。ありがとうございます。よかった。もう音が違うからね。ああ、いったいった、大丈夫。すごいすごい。え、何、バンカーは軽々。いや、軽々ですよ、ね。うん。よっしゃ、はい、なんでそんなゴルフがお上手なんですか。いつ頃から。でも始めたのはね、二十歳ぐらいですよ、はい、あ、もう野球選手結構あのシーズンオフに、うんうん、集まってゴルフ大会があるので。なるほど。それで強制的に始めたんですよ。へえ、はい、それで結構をゴルフやってる野球の選手の方が多いですね。だからほとんどの人がやってますよね。へえ、ちなみにベストスコアは65がね、4回ぐらい。めっちゃうまいんだけど。今平均で75ぐらいですかね。いや、平均で75って本当すごいですね。もう大好きで、もう野球のサッカーハマったらもうとことんやるんで、はい、だから練習もすごいするんですよ。もう基本は楽しいことで。いや、結構もうレベル違いますけど、楽しい。悪くても楽しく。ドライバーちなみにめっちゃ飛んでますけど、どれぐらい？ぐらいでしょう。今はもう52歳なんですけど。ちょうど引退した時にドラコン出させてもらったんですよ。その時にね、ヘッドスピード63ぐらいあって、すごい、今53ぐらいですよ。10ぐらい落ちてるんで、はい、まあ、300前後ぐらい当たれば。いや、でもまちまちなんで、飛んでますよね。すごいな。得意クラブは、得意クラブはね、まあ、全部得意そうな感じです。ドライバーが一番苦手なんですよ。意外。スコアが悪い時って全部ドライバーのミスなんですよ、ほとんど。僕はあのグリーン周りとパターン大好きですね。やっぱそこがね、60度で全部、グリーンは60度で全部60度なんですね。閉じたり開いたりいろいろ。さっきはちょっとそこをね、ぜひね、皆さんに見ていただきながらって感じですね。体がね、もう普通じゃないんで、もう肘もこうやって伸びないし。本当だ。こっちはサルテでこんなのがあって、うん、手首は緩いし、肩関節も緩いんで。なんでこう肘はもう野球で投げ、ボール投げすぎて手術してるんで。本当だ。それで伸びなくなっちゃってて、こういうね、とかでも骨が出っ張ったり。すごい。今なかなかね、こういうことにならないんですけどね。ボール打ちすぎて衝撃でここの骨が出っ張ったんですよ。すごい、やっぱ本物はね、いろいろあるんですね。あ、上げてきたー。でも9番で105ぐらいだと思います。やばい。誰か。やばすぎ。乗ってます。あ、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 あ
距離合ってる、ナイス。本当にね、野球もあんまり打つのは上手じゃなかったんだけど、ゴルフより歌はうまいよ、俺は。なんかそういうの出てますね。あー、入った。バーディー、ナイスバーディー。よし。どん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 下に。すごいな。入れるんですよ、すごいんですよ。短いと楽ですね、飛んで、あの曲がらなかったんで。すごい、だってもうそこだもん。すごいよ、すごいすごい。リンゴルフオープンニュースのお時間です。11月25日ですね、は兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますので、ぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の百切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します。おお、来てください。お待ちしております。待ってます。バイバーイ。